はい、おはようございます。おきのおばばでさん、はい、集まっていましたけどね。うんぎゃさんどっか行っちゃいましたね。はい、えー、皆さんね、えー、あれですね、チェアーの国のことです。チェアーの国のこと。はい。えー、チェアーの国がおかしなことになっているのは皆さんも知ってると思いますけど、もっとおかしな情報が入ってきました。はい。えー、あとでね、えー、これ詳しく話す。あ、一回今で。 今、ちょっと詳しく話します。はい、えー、なんとね、始まりましたよ、チェアの国。はい、何が始まったかというとね、大量のお星様化が始まりました。はい。私ね、これね、あの、聞いてた話なんですけど、聞いてた話は、あれですね、えー、ちくわかまぼこをね、 えー、5つ。はい、5個ですね。食べると、えー、ほぼほぼ、始まるよっていうことを聞いてましたけど、4本目で始まったみたいですね。ちくわかまぼこ4本目、うまいうまいって食べちゃったら始まったみたいですね。すはい、スター化が、スター化が、はい。はい、お星様化が始まったみたいです。はい。 結構大変なことになっています。はい。そういうことなんですよ。はい。もう、もうあれですからね。始まっちゃったって感じですかね。スター化が。はい。はい。多くの人たちがスター誕生になってます。スター誕生に。はい。まあね。えー、まあグラフ後で乗っけときますけど、はい。もう、 打つ手はないですね。こうなっちゃったら。はい。なので、もう、ね、えー、ちくわかまぼこをあんまり食べないように、本当に。あのー、ね、二つ目でやめといた方がいいんじゃないでしょうかね。二つ目で。はい。二つ目で食べないやめといた方がいいですね。まあ、あのー、一個も食べてない人はおめでとうございますです。本当に。ちくわかまぼこを一個も食べてない人は本当におめでとうございますです。はい。 もう本当にそのまま、そのままです。はい。元のままです。そういうことです。はい。まあ、なんて言うのかな。えー、予想してたよりも早いですね。ことの経過が。予想してたよりも早いです。まあ、なんて言うのかな。始まりましたね。お星様化が。 まあ、ね、あのー、ちょっと前にね、あのー、なんて言うのかな、ある配信者が言ってたんですけどね、シーの国でもね、えー、まあ、エールダーですね、エールダーのね、エルダーのね、えーねえー、年をね、重ねた人たちのね、お星様化が始まったみたいでね、なんか、あちこちで、 なんかね、あの、黒と白の膜がたかかってるという話を、えー、ちょっと、小耳には挟んでるんですけど、まあ、あの国もね、えー、かなり早いし、あの国の場合はね、もう、お5種類のね、ちくわかまぼこですね。これは、あのー、1種類の中のお、分ける種類じゃなくて、あの、全く違う別のちくわかまぼこ5種類ということなんでね。 はいそう。そうなんです D。D なんちゃらもあるし、M なんちゃらもあるし、まあ、なんか、風なんちゃらもあるしね。えそういう意味で、あと、生のなんちゃらもあるしね。そういう意味で、なんか、5種類あるそうなので、いや、あの国の場合はね、本当にいい、まあ、賭けですね。賭け。はい。どれに当たるかは。そういうことでございます。はい。 まあね、ええー、いつかは来るだろうなっていうのが分かってましたけど、はい、こんなに早いとはっていう感じです。はい、ええー、椅子のね、はい、チェアの国で、はい、チェアの国でね、お星様化の現象が始まっております。もう来なきゃいいのにって思ってましたけど、 はい。えー、しょうがないです。これはもう。はい。えー、まあ、ここまでなってしまったらね、諦めるしかないですね。まあ、ある意味ね、これを超えないと、新しい時代に行けませんからね。まあ、そういうことなんでしょう。まあ、いろいろありますけど、はい。まあ、そういうことですね。はい。えー、あとね、今日はね、 まあ、とんでもなくおぞましいニュースが入ってます。はい。とんでもなくおぞましいのが。はい。えー、何に関するか、ことかというと、ファウファウちゃんですね。ファウファウちゃん。はい。えー、皆さんもね、本当にね、えー、このおぞましいニュース、後で、えー、解説しますけど、はい。えー 今のちくわかまぼこですね。ちくわかまぼこを食え食えって言ってる人たちがどんなにおぞましい人たちなのかっていうのを後で解説します。こういう人たちがやってるんです。波のおぞましさじゃありません。本当にこの人たちは感覚っていうものがあるのかって思うぐらい おぞましいです。はい。もうそれしか言えないです。私でさえ。はい。まだね、えー、これ言っちゃったらあれですけど、えー、ちっちゃい子供をね、えー、まあ、メンバーさんだったけだったらわかる話になっちゃうけど、あのー、ちっちゃい子供をね、逆のね、大イしてるね、 イルミナンちゃらの方が数倍可愛いです。はい。そういうことです。あまりにもおぞましいですね。はい。このことは後で解説します。表に出てきました。はい。フォあの、キツネちゃんがね、報道しました。はい。そういうことです。まあ、日本には絶対入ってきませんけどね。 そして、えー、ね、日本ではね、えこういうことはあ、一切報道されませんということで。まあ、これね、このおぞましいニュースはシンガポールのね、えー、特売隊さんがね、解説してくれてます。はい。シンガポールはまだちょっとね、日本よりマシみたいですね、情報統制が。あの国独裁なんですけどね。<laughs> はい。<laughs> まあ、そういうことです。えまあ、これも後で、えー、ね、 えー、動画にします。はい、アップします。えー、ご覧になってください。はい、えー、それでは皆さん、えー、一応ね、コメコメのところにね、ぺったんこーってしときますので、後で見てください。えー、チェアの国でね、えー、多くのお星様が発生し始めました。はい。まあ、これは通らなきゃいけない道なので、しょうがないですね。それしか言いようがないです。はい。 もうちょっと時間がかかると思ってましたけど、早かったですね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。あーい。えポぽワポワですね。こっちにもいますね。はい。こっちにもいますよ。はい。いいね。ね。あーい。